それではまず大瀬良投手からお話を伺いましょう。今シーズン初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。本拠地で決めた今シーズン2勝目になりました。今どんな思いですか。粘り強いピッチングを続ける中で6回ワンアウト2、3塁大きなピンチを招きました。あそこのシーン振り返っていただけますか。いやもう何度か抑えて帰りたいなと思ってましたし、本当にファンの皆さんの大きな声援が大瀬良を後押ししてくれました。ありがとうございます。そしてその直後大瀬良投手の熱投に応えるように打ってくれると信じて、応援してましたし、期待通りのホームランを打ってくれて本当に感謝します。それではエースのそんな言葉を受けて堂林選手に続いてお話を伺っていきます。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずはたっぷみんな聞きたいと思います。完璧でした。試合の展開的に次の1点がどちらに入るのかというのが非常に大きなポイントだったと思います。どんなことを考えながら打席に向かったんでしょうか。もうとにかく大地が頑張ってましたので、その大地の代打だったので、その思い乗せてというか、はい、そのもうとにかく打ちたいという気持ちで初打席だったので、その気持ちだけで打ちました。はい、シーズン初打席での見事な一発、タッパンの声援を背に受けながらのダイヤモンドの一瞬になりました。どんな気持ちでしたか。そうですね、名前をコールされた時の、皆さんの声っていうのはすごく届いてましたし、それが最高の結果に、なりました。ありがとうございます。それではお二人にまた最後に一言いただくとしまして、3人目の方お話を伺いたいと思います。マット・デビッドソン選手です。デビッドソン選手、ナイスバッティングでした。Yeah, I just want to get a good pitch and get that winning run out. とにかく打てる球をしっかり打ち返して、いい打点になりました。本当に点を取り合う中で、同点に追いついた直後の打席でした。どんなことを考えて向かったんですか。Yeah, I just want to do anything to help this team win, and we want to try as many as we can. So, just wanted to do a good at that. とにかく本当に同点に落ちたことだったので、なんとかこのチームに勝ちをつけたいと、本当にそういうバッティングを心がけていました。とにかく本当にたくさんの試合勝っていきたいと思うので、自分が貢献できれば貢献できます。決勝点、そして昨日のホームランと本拠地マツダスタジアムのファンにいいシーン、いいプレーたくさん見せられていますね。Yeah, I love this stadium and I love playing for the Car fans. 本当にこの球場のカーファンの雰囲気ものすごく素晴らしいと思います。
初めてのお立ち台になりますが、その舞台からの景色はいかがですか？ Yeah, this is great. This is definitely a first for me, and I plan on doing a lot more.本当にすごい景色ですね、ここに立てるのをまだまだいっぱい立てるようにとなります。ではデビッドソン選手、最後にハッファンに自己紹介といいますか、ぜひメッセージをお願いします。 I'm glad to be here and I'm excited for the season and let's go to the climax。 本当に、ここに来れて、嬉しいと思っています。一緒に戦って、クライマックスシリーズに一緒に行きましょう。ありがとうございます。それでは最後、大林選手、そして大瀬良投手に伺いたいと思います。新生カープの船出を見守るカープファンに、ぜひお二人一言ずつメッセージをお願いします。まず大林選手、お願いします。はい、どんな形でもいいので、チームに貢献します。これからも応援よろしくお願いします。今日も熱い応援ありがとうございました。僕は佐藤番目になりますが、神宮球場でも松田スタジアムでもやっぱりカープファンの大声援は最高だなと思いました。1年間熱い熱いご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーロー、大瀬良ジャッジ選手、大林翔太選手、そしてマット・デビッドソン選手でした。ダーウェイ選手、デビッドソン選手。